それでは作詞家コラムニストのジェーンスーさんです。こんにちは。よろしくお願いします。スーさん、はい、さすがスーね。まあね、あのスーっていう名前つけてるだけあって、英語いけるんですね。ちょこちょこ、あの1年間だけ留学してたんですよ、うん、アメリカに。もともとその時のルーメイトがジェーン・ウェルチさんという人だったんです。あ、そうですか。でそれパクろうと思ったんですけど、顔がウェルチじゃないんでスーになったっていう、こう流れもありますよくその辺よくわかんない、基準がよくわかんないですけど、でもやっぱ同世代なんでウィッキーさん嬉しい、ね、いやそうですね、あのね、うん、間近で見たら目がブルーグレーですごい綺麗なんですね。あ、そうですね。 あれはテレビでわからなかったなと思って。あ、なるほどね。ちょっと感動しました、うんうん、ゆっくり喋ってくれるのがまたこうね、うん、優しさが溢れてますね。ね、本当ですね、はい、フェレジョンですから嬉しいですもんね、はい、さあそして、はい、スーさん今日なんですけれども、はい、今回テーマが中年と結婚でございます、ね、これに関してはもう大変力が入っている、はい、私が話していいものか、はい、悩んだんですけれども、うん、まあいっかということで、うん、あっさりと、はいはい、まあ、6月ですしね、ジューンブライドなんて言いますから、うん、まあ、中年と結婚どういうことがあるのかなと思いまして、私が語るのもおこがましいトピックではございますが、うん、私だって結婚しないと決めたわけではありませんよ、うん、はい、未婚のプロではありますけれどもね、はい、うんうん、既婚のアマになりたいんだ私ね。もしかしたら今後の人生何か役立つかもと思いまして、半径5メートル以内で今回も中年と結婚について調べてまいりました、はい、まあ、手始めにですね、世知辛い現実を自分に叩きつけようと思いまして、うん、やっぱスパルタ結婚じゃないですかね、中年とですからね、中年とですか、はい、中年と結婚、その前に中年の結婚について考えてみようと、うん、中年になってから結婚するのってなかなか難しいらしいんです。どうなんすかね、いくつから中年ですかね、やっぱ30から、まあ、今のところ40ちょっと過ぎてからっていう感じで、40ちょっと過ぎからから中年一応そう思うようにはしてるんですけ ど、なかなかね受け入れがたいとか思うんですけれども、うん、40ぐらいから中年と考えますとですね、なんと、はい、その10年前の現在30歳の人でも、うん、総務省の調査によりますと、うん、5年後に結婚している確率およそ 34%。 あら、え、つまり3人に1人しか、結婚してないそうです、現在30歳の人 で、その約半分が10年後も未婚のまま、うん、36歳になるとその5年後に結婚している人、つまりその後結婚できた人ですね、うん、9%。 これがですね一気に、私今42歳ですけれども、はい、40歳になりますと、その後5年後にですね、うん、結婚したという形跡がある人がですね、はい、0.92% でございます。いっぱい切りますか。 1% 切るそうです。まあもちろんね、ぐんと絞られてきますね。したくないよっていう人もいると思いますよ、はい、と思いますけど、うん、なかなか現実は厳しいということがよく分かりました。なんでとりあえず現実をこれ以上見つめるのもきついので、人の話に行きましょうということで、そうですね、逃げよう、この場を立ち去ろう、逃げよう、逃げよう、うん、でひとまず結婚してる人たちに話を聞いてきました、はい、半径約5メートルの10名ちょっとですねの方に結婚についてアンケート取りました、うん、調査対象は20代で結婚した人から40代で結婚した人まで様々でございます、うん、64で女の人が多いのはちょっとご容赦くださいと、うん、質問内容は、うん、1結婚して良かったこと、はい、2結婚して想定外だったこと、はい、3中年になった今改めて伴侶とは何か、うん、4番悩み事何かありますかというですね、うん、質問したところですね、はい、まあたくさん皆さん赤裸々に語ってくださいました、うん、はい、結婚してよかったこと、一番はですね、うん、子供ができてよかったと、子供最高、子供は大事と、うん、42歳専業主婦の女性、今や夫より大事ですという発言ございまして、まあ、たまたま聞いた方にお子さんの多い方が、うん、多かった、お子さんがいらっしゃることが多かったっていうのもあると思うんですけれども、第2位がですね、はい、安心感、仕事がフリーランスなので、会社勤めをしている夫がいるのはなんだかんだ言って安心材料ですという41歳の働く女性が言ってました。あとですね、同じく40代の女性、具合が悪い時にやっぱり誰かいると心強い、うん、確かに、ね、弱ってる時はね、うん、あと42歳の男性、はい、人生設計が結婚したことによって急激にできました、うん、長期的なビジョンを持てて、うん、気持ちも内面的に落ち着きましたと、あ、やっぱり男性だとその長期的ビジョンっていうのをそんなに今まで考えてなかったのが、うん、結婚したことによって、うん、じゃあ老後どうすんだ、家どうすんだと、うんうん、長いスパンで物を考えるようになって、それが逆に自分の安心につながったという男性もいらっしゃいました、そして30代からの結婚組、はい、20代ではなくて30代中盤後半からの結婚組に聞いたところ、うん、社会的プレッシャーからの解放、うん、これが結婚して良かったことだそうです、うん、41歳の女性です。
結婚しないのと聞かれなくなったのが非常にいいと。あ、彼氏がいてもどうして結婚しないの、今本当に幸せなのと質問されることが多かった。確かに失礼ですよね、本当に ね余計なお世話ですけど ね。あと34歳の働く女性の方、まだお子さんいらっしゃらないようなんですけど、結婚しなくちゃいけないというプレッシャーで心がざわざわしたりイライラしたりしなくて済みました。この方ですね、ポロッと同世代の女性、今まだ未婚の方、非常に焦って、結構ピリピリしてるそうで、こうならなくてよかったなというのがある。ちょっと分かりますね、気持ちは。もうこの42になると、まあ 1% ですから、宝くじぐらいの感じを持ってますけど、34ぐらいだとまだなんかこう、一発大逆転ができるんじゃないかっていう。まあね、それはそうです。まだ全然適齢期だと思うんですけど、ただ総務省のデータによると、なかなか厳しいのか。やっぱり総務省のデータっていうのはなかなかね、見えてこない現実を見せつけられますね。あとやっぱ42歳の男性の方、ある程度はお互いの親を安心させることができたと思うということで、親を安心させられたっていうのは、ね、いくつか声としてありましたね。良かったことに。そうですね。あと特殊な意見ですが、42歳こちらも男性の別の方ですけれども、もうこれで恋愛の惚れた晴れたに思い煩わされることはないと開き直れました。あ、なるほど。俺も結婚してからという自意識によって随分女性への苦手意識も緩和されました。うーん、なるほど。あ、慌てなくてよくなったんだ、もうそういった意味で、もう、ね、女性を見てもそう、どうやって付き合おうかなんとかみたいなことがなくなったと。ちなみにこの方、人の恋愛話を聞くのが非常に好きで、もう対岸の家事としても大好物っていう。対岸の家事になっちゃうと楽しいですからね、やっぱりね。赤井さん、大吉さん、なんか結婚してこれが良かったっていうのはありますか。これが良かった、あのですね、恥ずかしいものとかを買うときに、あの名前とかがね今変わったんで、セーフみたいな。ちょっと意味わかんないですね。何買うんですか。恥ずかしいものって何買うんですか。ちょっと言えないですけど。顔真っ赤ですよ。ちょっとびっくりするぐらい顔真っ赤ですけど。あとなんか病院とかで、まあ私の場合ね、そうこう生地芸名でもないもので出てしまったもんですから。確かに、赤絵と言われると。見たがって見ちゃうけど、結婚した名前があるから、そっちによって、隠れ蓑になるわいみたいな感じで。なるほど。僕はね、まあこれ、ニュアンスが難しいんですけど、やっぱ家事とかね、やってくれるのはやっぱ一番助かってるかな。なるほどね。その作業がこう役割が分担できるっていうのは、確かに心強さになるっていう声はありましたね。だから2つ目の安心感かな、一番近いニュアンスは。あんまり家事のこと言うとまた九州男児がって、もうあらぬところから弾飛んでくるんでね。なるほどね。得意な方が得意なことをやるというシステムになってる。そして想定外だったこと、これがですね、結婚して想定外だったこと、妻から男性の夫に対して非常に集約されました。経済的なことと加齢臭、この2本です。どういうことかと申しますと、夫の変化の中で、41歳女性の方、今夫が無職です。子作りを拒否されて若い時は爽やか青年だったんですが、40過ぎたら加齢臭がすごいきつくなりましたと。これ意外だったと、想定外。確かに20代に結婚するとどうなるか分かんないですよね、その辺はね。まあでもこの方働いてるんで、まあ働く気になったら働いてくれればぐらいの大船のに乗ったつもりで自分がっていう感じでしたけれども。あとですね、なるほどなと思ったのが、この方は結婚してお子さんができて専業主婦になった方なんですけれども、結婚して夫が仕事を辞めて学生に会った。すごく、で、反対しなかったのって言ったら、反対したんだけれども、なんと向こうの家族が、お家族が結構それを賛成して、いいじゃない、いいじゃない、勉強しなさい。で、それに流されてしまって、夫婦で無収入の貧乏暮らしをしてましたと。なるほど。まあ、お子さんもいたりするとね。そうか。でも今までの価値観とは違う、また価値観で生きていけるというのはいいかもしれないですね。意外と、すごいね、結婚、まあ、もちろん事情があって無職の方もいらっしゃると思いますけど、普通ね、結婚したからにはもう、いつでも、死んでも働かないとっていう風になりそうなもんですけどね。だから、意外と時代がいい意味で変わってきてるんだなとも思いました。奥さんがその働いてるから、まあ、ちょっと俺は今お休みみたいなことができたりするんだなと。はい。あとですね、これも、ああ、なるほど、こういうことあるんだなと思ったのが、結婚して将来設計をしなくちゃいけないのに、夫が年収や貯金額を一切教えてくれないと。どうなの？なるほど、それは想定外だね。で、まあ、その方もちろん働いてるんで、お互いが生活費を出し合ってる。なるほど、なるほど。
で、まあ、思ったよりお互い働いてるのに全然家事をやってくれないのと、あと枕のシミが取れないって言ってて枕はね、うん、この方ですね、他のアンケートの結果とかに枕のシミが取れないって言ってよっぽど気になるんだなどう笑っても取れないかな、うん、ね、あとやっぱいろいろ結婚の形態も変わってきてます、うん、事実婚の方がいらっしゃいました、うん、入籍はしてない事実婚にもかかわらず子供ができたらパートナーの義父母と関係が思った以上にあると、それは向こうから見たら孫ですからね、いろいろと関係が出てきてなるほどと、これは想定外だったなと、あと結婚して気づいたのは、うん、私の親に結構冷たいです旦那さんがそんなことないじゃない、まあ、ちょっとショックですね、そっか、それも結婚して確かに結婚してから気づくそうかみたいですね、あらあら、でやっぱ想像の範囲って本当に自分の都合のいいところに限られるんだなと思って、結婚するといろいろあるんだなと、あと旦那さんの親戚から地元に帰ってこいよと言われて、そんなこと考えても見なかったっていう、この女性は働いてる方だったりするんで、なかなかね、あと他にはですね、これ男性からも女性からも両方ありました、はい、37歳働く女性、そして、42歳の専業主婦、夫の方ですね、男性、主婦をやってらっしゃる男性の方、自分の中にこんなに怒りが充満するとも爆発するとも思っていなかったどういうこと？どういうこと？旦那さんとか奥さんとの激しい喧嘩、っていうのがあるそうです。こんなに揉めるとは思ってなかったんだ。そうですね、42歳の男性のその専業主婦の方はこんなに喧嘩するとは思っていなかった子供の病気の際とかの対応をどうするかでもうすぐ炎上する。ああ、そう。まあ、ある程度ね想定して結婚するんですけど、 そうですね、はい、それ以上だった。なんか40過ぎて結婚した方、女性なんですけど、すごくほっとりしていて、うん、どっちかっていうと今まで仕事とかでも、うん、ちょっとこうつけいられるというか、なんていうんですかね、こう舐められたりすることが自分の悩みなのって言ってた人がですね、うん、今やトンカチやハサミを投げてるそうで、おすごいなと思って、スーパーマリオの敵やん、トンカチ投げてくるやつ、亀投げてるいろいろなるほど ね、 と、自分の中にこんな感情があるとは思わなかったっていうのも結構大きい気づきだそうです、うん、あと分かっちゃいたけど毎晩ご飯を作るのも結構辛いなと、まあね、分かっちゃいたけど結構これ大変だなっていう、やってみるとね、で旦那さんが律儀な方で毎日帰ってくるんですってそれいいことなんだけどね、そういいことなんで、自分で帰ってきた、うん、結局帰ってくるのか、彼には外でやっと帰ってくるのかっやっぱり思っちゃうのかなねね、いや大変ですよ、だって毎日ご飯作るのも、でまあ、これが女性の意見だったんですけど、夫からももちろんございます、はい、41歳男性の方、うん、奥さんといっても他人だということを痛感しました、これは想定外だったそうです、なかなかなんかシーンっていう気持ちになっちゃったんですけど、あと結婚してもあんまり変わることがなかったのは意外と想定外でした、うんうん、もっと変わるのかなと思ったらそんなに変わらなかったっていう方もいらっしゃいました、これ42歳の男性の方です、うん、同じく42歳男性の方、結婚して3年目ぐらいのこと、生まれ変わってもまた同じ相手と結婚したいねと言ったら、うん、妻にそれは絶対に嫌だなと真顔で言われました、うん、想定外、いやそれは想定外、赤井さんはいかがですか、いやだって別にするでしょ今度は、ちょっと待ってちょっと待って、なんでそれ想定外じゃないの旦那さんの方からしたら、いやだってそう毎回同じにしなくても次の人生は次の人生として、ね、あ欲張りさんとしてね、そう、うん、そうでしょうやっぱり ね、 ね、この面は攻略したみたいなもんですから、何でもかんでもゲームですね、うん、だからもう2年目に行きたいっていう気持ちじゃないかな、ないですよ、嫌いとかじゃなくて、うん、ね、そこはやっぱこう決して嫌いとか嫌いじゃないとかそういうことではなくて、うん、お互いですよ、お互い、うん、なるほどね、はい、で中年期になって改めてもう伴侶とは何ですか、はい、この質問に対してはですね、戦友、うん、チームメイト、味方、うん、人生のチアリーダー、うん、といったですね仲間意識、うん、これを持ってる人が非常に多かったですね、うん、なるほど、赤井さんなんか仲間感強いんですよね旦那さんと、そうですね、うん、これはどこから生まれてくるんですか、だってね、私動物好きなんですけどペットとかも今飼えない、はい、うん、仕事でね、こんな自分のことで手一杯って、うん、そんな中こんなにこう触っても怒らない動物が他にいますかっていう、おや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 、ちょっと仲間と違う話になってきたぞね、あれいじくり回しても大丈夫っていうのは、いじくり回すの、いじくり回しても大丈夫でしょ、ペットあれ癒しです、癒しって言って、癒しという意味で仲間であり戦友であり、はい、ペット、はい、ね、うん、あとやっぱり2番目に多かったのが尊重と、うん、これすごいですよ、もうね菩薩みたいな模範解答いただきました、41歳の女性の方です、うん、自分らしく生きることを認め合ってお互いを補いながら生きていく相手、すごい、
よくこんなこと言うな言えるな。これどうですか、どうですか、どうですか。いやいや、これもう本当出家した人が言うことじゃない。ねえ、ねえ、そうですよね。瀬戸内寂聴さんとかあの辺からいただく言葉じゃない。いや、でもこういうもんでしょ、やっぱり。え、ちょっとさ、ペットって言ったじゃん。いや、こういうもんですよ。いじくり回す人が急にこっち来ないでください。そうですよ急にこっちの船に乗ってみたみたいな。大吉さんから見て伴侶とはっていうのは何か。いや、僕ね、本当これもまた特殊だと思うんですけど、はい、僕漫才コンビなんで、はい、もう仲間とか戦友とかそういう意識はもう全部相方なんですよ。そっかそっかそっか。あ、なるほど。うん、だから、うんうん、嫁さんにそういう気持ちはまずないんですよ、うん、実は。そっちに使ってるから。なるほど。でいろいろこのデータ見ると、はい、人生で一番一緒にいる人とか言うけど、うん、それもうち相方なんですよ。あ、結構前から、そっかそっかそっか、うん、前からもそうやし、これからもそうなんで、そうですよね。だからこれ参ったなと思って。今ちょっとキャニセレブとかかってますけど、これ、ね、ちょっと違う相手がですか、これ。あれ、ね、なんで今僕は博多華丸さんを思い浮かべて喋ってるかわかんないけど、だから家族かな、一番。家族、うん、そうですね。玉を充填してくれる人ってことなんですかね。なんでしょうね。うん、なるほどね。兄弟じゃないけど、うん、だからちょっと、うん、家族、そうか、家族、仲間は仲間ですから家族なのかな。なるほど。確かに特殊ですもんね。本当、うん、特殊だと思いますよ、漫才師って。こんなにその仲間であり戦友である人っていうのを1対1で持つことって普通の仕事だとないですからね。じゃあ奥様は花丸さんにちょっとやきもち焼いたりは、うん、あっていうことは花丸さんの奥さんも僕にやきもち焼いたり。この4人の4角関係が実は。おやおや、穏やかじゃないぞ。結局おじさん同士が好きやってるって何ですか花丸と大吉が。違う違う、そういうことじゃないですか。そうだよね、うん、なるほど。あとです、悩みを聞いてきました、はい、どんな悩みがありますかと言いましたですね、これさっきの瀬戸内寂聴さんじゃないんですけど、一番、はいはい、男女ともに多かったのが菩薩系でございます、うん、どういうことかと申しますと、41歳女性の方です。もうあんまり悩むこともない、なるようにしかならないので全て受け入れてそれなりに前に進めればいいそんなに辛いのか結婚生活ってすごい悟りの境地ねえ、そうですか。あとですね、うん、こちらも女性の方で恐縮なんですが、41歳女性の方、本質的に合うのか合わないのか、単に慣れてきただけなのか、区別がつかなくなってきたこれ合わないところってどうやって調整していくんですか。え、合わないところ、合わないところ、でも確かにこれなんかちょっとおっしゃることは分かる気もしますね。どうしても合わないところとか、はい、なんか摩耗してるうちになんか気もするような気がするな確かに、うん、お二人はご結婚されて何年になるんですか。何年ですか。すぐ出てこないですね長いなって感じ。5年、いや、いや違う7年でした。7年、はい、もう7年ぐらい7年ぐらい、はい、うん、だから本当この方のこの言葉、はい、もうなるようにしかならないんで、うんうんうん、合う合わないとかはもうね、うん、もうだから合わないと思っても目つぶるしかないですよ。なるほど、うん、やっていくってことが前提になっていくから、うんうん、そうそう、強制してもしょうがない、うん、でもあとはそう本当ヤスリをかけるように守るせいですよね変わらぬ小石みたいになってくるんだ。相手をちびらしてるわこうね、うん、そうですね。やっぱり、はい、あと悩み事としては子供の叱り方がやっぱりこう違うとか、あとですね、旦那さんと子供の嫌な特徴が一緒っていうのがすごい悩み事だって言って、これなどういうことになりますもんね、ちょっとね、言ったら、うん、自分の意見をなかなか言わないんです旦那さんが。でまさかの子供息子さんがそれを遺伝してしまって、うん、遺伝なのか生活環境なのかなんとですね5歳ぐらいのお子さんなんですけど、今日どこ行こっかって言うと、お母さんの行きたい公園でいいって言うんですよ。行きたい公園なんかないよ可愛いけど。可愛い。すごい。可愛いけどね、なかなか。ね、あとやっぱ男女関係の悩みというんですかね。これやっぱりさっきの家族っていうのありましたけど、はい、女性と男性両方からありました、うん。41歳女性の方です。女性としての私の価値はあるんだろうか、うん、そしてそれを必要とされる場面が今後あるんだろうかとふと思うことがあります。ほう。ちょっとピリッときますね。ズカンときますね。はい、あと44歳の女性の方、これ逆の方、女性ですがありました、はい。家族になってロマンスがなくなりました。うん、我が家は旦那さんが若いので、この方一回り以上年下の旦那さんですけど、うん、旦那さんの方がロマンスを求めてくると。ほうほう。だけど私はもう完全にお母ちゃんモードになってしまったので、うんうん、困ったなと。はぁ。あとですね、男性の方42歳ですね。子供が生まれるまでは女性として見ていたが、子供ができてからどうしてもお母さんにしか見えなくなってしまったと。うん、まあしょうがないんですよね。それさらっと言ったね。続けていくなら。だって、ね。まあそうですね、うん。なかなか難しいとこなんだなと思いました。うん、
あとですね、悩み事、タスクの多さっていうところですね。仕事も育児も家事も 100% はできず、どれも中途半端な気がすると42歳、2歳の女性、あと43歳の女性、仕事と子育てと旦那育て、この3つの両立が難しいと。大変ですよ。まあ残念ながら、男性でも1名、ワークライフバランスが難しいっていう40歳の男性いたんですけれども、うん、この声は女性からの方が多かったですね。うん、でやっぱり女性は、社会人としての顔、うん、妻としての顔、母としての顔っていう、うん、それ3つなんか無理に決まってんじゃないですかね。無理ですよ、ね、あの妻の顔っていうのはどうしてですか。妻の顔はね、持ち合わせございません。ございません。在庫にございません。在庫にございません。うちは。それでもいけるってことですか、ね、そう、だからそれが意外と想定外でした。いけるんだ、みたいな。そうそう。これで結婚生活成り立つのか、みたいな。想定外って人の意見で、はい、意外と続いてるって人もいましたね。はい。それもやっぱ想定外だったなと。あとその他ですね、さっきちょっと話に出ました、専業主婦、あの、夫の方ですね。男性の専業主婦の方。うん、はい。働いてない稼いでないことへの罪悪感を感じます。平日短パンで買い出したいマンションの管理人や隣人はどう思ってるのかなと気になってしまいますと、うん、やっぱだから男女それぞれにやっぱりこうあるべきみたいな知識があるとそうですね、あると。でその男性の方がね、もう一個言ってたのが、夕食を作るレシピがもうどう考えても2週間で尽きると、自分が知ってるレシピとメニューだとどうしてもやっぱバリエーションが来ない、2週間で尽きる、冷蔵庫の在庫とコスト計算しながら献立をと調理、これが困難すぎる、これが一番の悩みだった、でも2週間も続けたらね、また2週間やれば、2週すればそうですよ、ね、問題じゃないのかな。なんか忘れそうですけどね、2週間前に食べても忘れてるでしょ、10年なんて、ね、確かに、先週のご飯なんかもう覚えてないそうです昨日のご飯も覚えてない、覚えてないですね、うん、まあ、というわけで皆さんいろいろあったんですけれども、いろいろ半径10メートルを聞いてきましてですね、もうまとめに入りますと、はい、トラブルのない家庭などない、うん、中年と結婚、それは他人と生活をすり合わせる人生修行なんだなと思いました。戦いと諦めの果てにある信頼、信じる力と続ける胆力がないとここまでやってくれなかったんだろうなと、私はしみじみ僭越ながら見込んながら思いました。いやいやいや、このテーマはだってスーさん、まだまだいけるでしょ。いけますね。なんか内縁についても調べたりして、そうそうそう内縁の定義とか内縁とはとかいろいろ調べたりとか、内縁の妻を目指そうって書いてある。そうそう、内縁妻を目指そうと思ったら意外と面倒くさいっていうのもまた分かってぜひまたそのあたりもね、まあでもね、出会いがねどこに転がってるか分かりませんし、そうですね、総務省のデータでは厳しいという数字出てますけど、宝くじ当たんないとは限らないですからね、そう、ゼロじゃないんだもん、ゼロじゃないの、 0.92 を目指して頑張りますよ私も、はい、ではそんなスーさんから番組のお知らせをぜひ、はい、TBS ラジオで毎週土曜日夜7時9時からの生放送でございます。週末お悩み解消系ラジオ全数相談を踊る、今週の土曜日の放送、一緒に相談乗るパートナーはセッション22の荻上チキさんでございます。チキさん、真面目にやりますよ今回は。赤井さんも大吉さんもいつか絶対来てくださいね、私諦めてませんから、ぜひ結婚より確率高そうなんで。あ、そうですか、はい、お話があれば、はい、お話しさえいただければ行きますぜひぜひ、はい、お待ちしてもらいますので、よろしくお願いします、はい、で玉結びの方はまた来月の2週目7月8日水曜日です。スーさん、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。